カチョク TV の陽介です。ジナです。皆様、この度重要なお知らせがあります。これまで、僕たちは、約9ヶ月間、YouTube 活動をやらせていただいてきましたが、4月1日から、2人とも社会人となります。これまでたくさんの、方々に応援していただき本当にありがとうございます。応援してくださる皆様には大変申し訳ないのですが、本日をもってカチョク TV の陽介は大学を卒業します。こんにちは、カチョク TV のディーナとヨシキです。今日はとってもとっても大事な日でございます。肩が、肩やばくね、これパンパン面白い、なんかちょっとネクタイしてないでちょっとダサいだけで、ネクタイしようか、私はやってあげる。できるいや、パンパンやろこれ。だってもうこの辺まで手しか、この辺しか手上がらんもん。痩せるしかないな。いや、痩せるって俺痩せとるで、見る。体重は低くない。痩せるけど、なら低い低い、うん、いや、これ太ってないって証明しとかな。おぉ、スタート。俺太ってないぜ。誰かスーツが必要な方がいらっしゃったらお問い合わせしてください。身長175センチ。中央大学に着きました。どうでしょうかね、卒業生の気分は。恥ずかしい。卒業生の気分は どうですか。卒業して本当に嬉しいです。嬉しいなの、はい、で、私の第一印象はすっごい着物の人が多いです。素敵です。素晴らしいですね。お腹すいたね。学食系に行こうぜ。行こう。やったー、私学食大好きなんですよ。知ってた？いや、中大の誇れるの学食しかない。イエーイ。第一印象は着物が多い。第二印象はキャンパスめっちゃでかい。すげえでかい。なんか早稲田よりは全然でかいです。先ほど学食で何か食べようと思ったんですけど、もちろんこんな日は学食はやっておりません。素晴らしい、めっちゃ綺麗。皆様綺麗です。すごい着物が多すぎて、ティナちゃんカルチャーショック。皆さん、中央大学の第三印象、チャラい人多いです。これチャラ男大学なんです。中央じゃなくてチャラ男。はい、大学の名を呼ばすな。本当にチャラ男大学。卒業式の会場に行きましたけど、誰かがお腹が空きすぎて早めに始まる前に出て何か食べに行きます。卒業おめでとうね。卒業できました。いや、 GPM めっちゃ低いっしょ。おー、やめろやめろ。卒業です。イエーイ。で、まあ卒業するんですけど、まあ4月1日から働くのも本当で、どういう風に4月1日から取り込んでいこうかまだ決まっていない状態です。2人とも今までのやり方でやり続けるかどうか、うん、まあなんか
もう動画見てくださってる方はもうお気づきだと思うんですけど、僕の方はちょっとまあもともとあんまり動画撮るに映るのはそんななんか好きじゃなくて、まあ彼女がやりたいっていうことで、まあ YouTube 始めたんですけど、あとはまあ4月からまあ働くので、そのまあそのやっていいのか悪いのかっていうのはまだそこまで確認取れてないんで、ちなみに私は大丈夫です。そう、彼女は大丈夫です確認しました。僕の方はそのまああんまり動画にはこれからはまあ最近もあんまり出てなかったんですけど、まあ動画を作る方だったり、まあ撮る時も声が多分入ってるんで、まあこいつ生きてんなって多分確認できると思うんですけど、まあ声入らなくなったら、あ、消えたんだなっていう感じで思ってくれれば大丈夫です。なんで、まあ、まあ今日が最後になると思うんで、まあたまに映る時もあるかもしれないんですけど、まあレアキャラって感じでちょびっと出てくる時があるかもしれないです。まあその時はまあこいつ誰みたいな感じで、まあ見てもらえば大丈夫です、そうですね、今後ともどうぞ、YouTube の今後とも YouTube を出していこうと思ってますので、どうぞティーナのあと少し僕の応援をよろしくお願いいたします。